こんにちは。こちらが私の別宅セカンドハウスです。元祖父母叔父の家です。2018年から、叔父が老人ホームに入ってから管理を始め、2021年に正式に買い取りました。こんな感じで生前の叔父がうち好き放題に使ってんだってねと面白がって言っていたので、まあ叔父も喜んでくれてんじゃないかなと思います。さてこちらが自慢の鬱蒼とした庭です。小鳥のために水を張ったバードバスを用意しています。こちらが椿の木、そして梅の木です。いずれも樹齢は50年近くになるんではないでしょうか。梅の木の下にはちょっと小鳥の糞が散らばってます。ちょっと掃除しないといけないですね。そしてこちら野草園です。今はカラスのエンドウがちょっと茂ってきました。植物園気分でいろんなラベルを作って貼っています。通りかかった人が見てくれてるみたいです。こちらクスノキですね。ちょっとこの植木鉢じゃかわいそうなんで、どっか別の場所に植え替えようかと思います。そしてこちらもまあ、念のためということで、枝が結構もし当たると痛いので枝に注意と注意喚起をしています。まあ万が一の事故防止ですね。そして鬱蒼とさせてる以上はここで観察された自然を公開してます。こんな生き物がいましたよと、そしてこんな感じにビオトープ風にしてますよというふうに、公言しています。比較的鬱蒼と自然のままにしてる以上はこういう意図があって、いろんな生き物を容認してんだよということが伝わるように努めています。そうすることでご近所からの反発を招くこともないんではないかと思います。草ぼうぼうジャングル風の庭を作りたい方は参考にしていただければと思います。玄関にはこんな泥棒よけのラベルも置いてあります。まあ思い出のものほど本人にとっては価値がありますが、他の人にとって価値がないものはないですからね。パソコンという言葉がかえって泥棒を呼んでしまっているという意見もあるので、ちゃんと Windows 3.1 と書いておけばよかったなという気がします。同時にここはまあ自己満足的な個展会場としても使ってます。私が描いた絵を好き放題飾らせてもらってます。まあミニ個展会場ということで、今度ぜひ遊びに来てください。ということで自慢のセカンドハウス紹介でした。ご視聴ありがとうございます。